どうも、ゆいみです。今日はじゃん、ドール大人なフルーツ、皮ごとグレープフルーツ、これを食べてみたいと思います。ほろ苦く、ほの甘い、なんだかちょっと気の利いたサブタイトルですね。で、分類は評価です。グレープフルーツ果汁が 62% で、1個86kcal、 まあカロリー低めですよね。評価だしっていうのもあるけど、暑くなってくるとこういうさっぱり系のアイスが欲しくなりますね。で、こんなのはアレルギー物質もないからお子さんでも安心して食べられるってのもありますね。ちょっと大人なグレープフルーツだから子供向けではないかもしれないけど、じゃあ開けていきましょう。皮ごとつの切る、あ、開けた瞬間すごくあのグレープフルーツの皮の香りがした。じゃあ早速一口食べていきます。いただきます。本当だ、ほろ苦い。グレープフルーツピールが入ってるらしいです、これは。だからグレープフルーツの皮の苦みとか実のギュッと詰まった感じがすごく再現されてますね。うん、さっぱりしてて美味しい。だけどこれ多分だけど、グレープフルーツの酸っぱさと苦味が苦手な人は食べれないと思いますね。なんでかっていうと、本当にグレープフルーツピール見えると思うけど皮っぽいのが入ってて、味も結構ほろ苦、本当に大人のフルーツです。なおかつなんだろう、甘みはそんな少ないので、ほの甘いって書いてあるけど本当にほんのり甘いですね。どちらかというと苦味とか酸味が口の中でわって広がって爽やかなアイスです。さっぱりなものが食べたい時とか、あんま食欲ない時とかいいかもしれないですよね。うん、二重になってますね。周りがシャキッとしたアイスキャンデーで、中身がちょっとしっとりしたアイスキャンデーです。で、中身のしっとりした中にグレープフルーツピールがたくさん入ってるから、本当になんかシャキシャキとギュッていう感じがグレープフルーツを再現してますね。美味しい。まあさすがフルーツのドールっていう感じはしますけど、大人のグレープフルーツ、ぜひグレープフルーツ好きな人っていうか、まああとはさっぱりしたものが食べたい人には食べてほしいですよね。グレープフルーツジュースよりもちょっと甘いかな。グレープフルーツジュースよりは甘いけど、グレープフルーツジュースよりやっぱり皮の香りはしっかりします。なので好きな人はぜひ一度食べてみてください。今日はドール、ほろ苦くほの甘い大人なフルーツで、皮ごとグレープフルーツを食べてみました。それではまたね、バイバイ。